このカボト遺跡で大きな特色は煮炊き用の土器が出現しているということですね。旧石材に対して土器の出現というのはかなり古いのですが、農業が出てきてこう非常に大きなその文化的な特色は強火で煮炊きをするのに非常に適した焼き物というこういうものが出てくるということが農業を始めることとセットのようになっております。それもカボト遺跡の段階ではこう壺の中に水と米を入れてそれから飛脚の上に乗せてというふうに似ていたものがだんだんとそれが一体化したような道具を作っていくということで、米はそれまでのシチューのような食べ物と違って弱火で長く煮るのではなしに強火でガッと煮て職人に供するというのが適し、その文化もそれに適したようにこう急激に変わっていったというふうに考えられます。